美穂さん泣いたことある？あります。そう、私すごい、まあ、今も引き続きなんですけど、うん、すごいチーピーしちゃうんですよ。左に曲がっちゃうのが、ドライバーでもそれこそアイアンでも出るようなのを、うん、もう5年間ぐらい、うん、治ったり治らなかったりみたいな。今でも出る時あるんですか？ありますね、やっぱ。そんな要素ないけどね。全然出ない時と、うん、すごい続いて出ちゃう時とって、こうなんかこう波があって、はい、波があって、今はちょっと落ち着いてる時期なんですけど、やっぱ試合とかプレッシャーかかると、試合でそんな球打ってたら全然ダメなので。すごいね。でも練習、やっぱ練習場では出ないんですよ、そのひどいのって。でもすごいチーピンなの。すごいチーピンね。そう、もう見せたくないですけど出ちゃうかもしれない。でも右に行ってからのグワーみたいな。じゃないです。もう左に出ての左とかなんで。でもやっぱこう、えっ、 って感じだよね。そうですね。ウェッジとかでも出たりするんで、結構びっくりして、もうスコアになんないみたいな感じの。その時とか結構、まあちょっと、練習場とかで、うん、みたいな。やっぱみんな泣くんだね。やっぱ お客さんとランドに行って、うん、私の方が曲がってると、やっぱ申し訳ないなっていう気持ちになっちゃうし、いいプレーが見せたいのに。そうだよね、はい、いいプレーを見せたいっていう気持ちが辛い。そうだよね、プレッシャーですな、やっぱみんなね。雪山の？雪山の方。ナイスショー。そんな曲がる？要素一個もないけどね。思いっきりドローボーラーだったら、そうだけど、ストレートって感じだし。あ、球筋がですか？そうですかね。一時よりかはドローヒッターも落ち着きました。そうだよね、はい、リサちゃんも超ドローだよね、今。そうですね、長くして。ワン。あうん、でも大丈夫です。大丈夫。編集で。27度。ちょっと右、いやちょっとこう、もう右の林越えというか崖越えをしていかなきゃいけないんで、ツーオンを狙うとしたら、もうここは刻んじゃいます。もうドライバー以外はあまりランがない方がいいですよね。ああ、落としてるって、そのクラブをこう背中で低く長く、はい、あのインパクトからちょっと先を低くそのまま振りに行って、すぐやっぱ体が上がっちゃうと、そう、ね、そういうの上向いちゃって、さっきみたいなですね。さっきみたいなやつ、ちょっとやっぱこう打って、ね、打ってね。1ヤードなんで、ピッチングで。ありがとうございます。もう一回パージ取りたいな。60台目指して。
今すごい状況難しかった、ね、めっちゃ難しかった5回ぐらいアプローチこういうプレッシャーのかかるホールは何か何考えるんですか。まあ一番いけないのはあの手前に落とすことなんですけど、そうですね、一応このレーザーで測ったら手前はもう135だったら絶対超えるんで、うん、自分がミスショットをしなければちゃんと超えるから、そこはあまり気にしてはないです。ただ、まあ、ちょっとアゲンスなんで普段よりかはワンバンって大きいのを持ってます。148で普段だったら7番アイアンですけど6番アイアン、うん、いやめちゃくちゃいいよね。なんだろう、ナイス大きめ。あ、でも全然いいです。そんなに風なかったみたいですね。でも風なかった、うん、でも大きめでいいと思います。全然で本当ここで終わるって感じ。皆さん終わる、はい いやーナイスショット。え、これ届く。あ、惜しい惜しいな。やだやだ。あとちびっとでしたね。2ヤードぐらい、うん、惜しかった。行こう行こうん、いい感じいい感じ、ナイスナイスポ。あー、お、切れろ。早い。なんか書いてある。しかも結構活字で書いてあるんですね。どうぞ。ソフトバンク。ソフトバンクボール。みほさんの、はい、距離出すなんかコツあると思うんですけど。まずはこのトップから切り返しの。はい、皆さんチャンネル登録と高評価の方も言えてないな、やばい皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。コメントもお待ちしています。みほさんに聞きたいことあったらどんどんコメントに書いてもらえると嬉しいです。お願いします。では次回も楽しみにしててください。バイバーイ。